皆様こんにちは、セカンでございます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本当に自分のような若輩者を呼んでいただきましてありがとうございます。私はですね、アナウンサーを昔やってました。17年半テレビでアナウンサーをやっていまして、本日はテレビの裏側、政治の裏側、日本の裏側、僕が選挙に出たわけということで、長谷川豊講演会ということで1時間のお時間お付き合いいただきたいと思います。少しでも皆様がこれからメディアに接するときにどのような見方をしたらいいのか、どういうような裏側があるのか、それをですね、少しお伝えできるようなそんな講演会になればいいなというふうに思っております。まず自己紹介なんですけれども、私は今本業自体は経営のコンサルタントとなります。パブリシティっていうんですけれども、広告宣伝と PR の会社です。東京の虎ノ門の方でやっております。長年テレビのニュースを報じておりましたので、その技術と、その知識を使ってですね、あと人脈の方もつなぐことができますので、PR の会社をやっているということになりますが、このテレビの裏側とメディアの裏側、もう100本以上を講演させてきていただきました。そして去年の11月1日にですね、ありがたいことにこの東国宮文化報奨という大変栄誉のある、賞を受賞することができました。聴講者のお一人の中に推薦人の方がいらっしゃいまして、こんなに全部喋るやつを初めて見たということで、賞をいただいたんですが、ずっと話してきている内容というのは極めてシンプルでして、変だと思ったことありませんかって、日本の教育や政治やテレビ、日本のいろんなものに対してって思ったことありませんか、そんな裏側を少し話しているっていうのが僕の講演会の大まかな趣旨になります。例えばこちらです。はい、お分かりになるでしょうか。これ映っちゃいけない画面が映ってしまってますよね。ありえない画面です。報道ステーションです。はい、皆さんご存知の通り報道ステーション、冒頭の今から2年ほど前のことになるんですが、東京都議会議員選挙っていうのがありましてですね、自民党が24議席しか取れないっていう、もう歴史的な大敗を喫した小池百合子さんの都民ファースト旋風っていうのが吹き荒れた、あの都議選っていうのがあったんですよ、東京都の。で、その翌日の報道ステーション冒頭の映像です。よく見てみてください。お気づきになるでしょうか。これがありえないこと。僕の同期の富川悠太アナウンサーですね。僕は99年にフジテレビにアナウンサーに入社しまして、フジテレビの次に内定出したのが富川悠太君たちのテレビ朝日でした。二人で一緒にね、アメリカ旅行に行ったりカナダ旅行に行ったりしてですね、昔付き合ってた女の子とか全員知ってますけどね。この東京都議選なんですが、安保法案の大騒動、大混乱の、直後ぐらいにあった選挙でしたね。普通選挙の前日は東京秋葉原の駅前、安倍総理が演説すると大変な数の自民党員、自民党の大応援団が押し寄せて安倍さん頑張れとやるんですが、見てください、大きな安倍やめろという文字が、安保法案の影響で反安倍の波が東京都議選にも押し寄せたんでしょうか。どこで潮目が変わったんでしょうか。ポンと言って VTR に行く直前の映像です。お気づきになるでしょうか。これ映っちゃダメですよね。これはね、アウトですね。僕はもう見てすぐにアウトだよ、これはバレるから、バレるからって、という話を今日はちょっとしたいんです。ではその前に時計の針を少し戻したいと思います。皆様は日本に消された歴史があるということをご存知でしょうか。僕たち日本には空白の塗り替えられた6年半の歴史があります。プレスコードという言葉をご存知の方はいらっしゃるでしょうか。報道規制ですね。1945年8月15日、僕たちのおじいちゃんやおばあちゃんたちは戦争に負けました。しかしそれからおよそ1ヶ月後の9月18日、朝日新聞社に対して2日間の業務執行停止処分が出ているという事実を皆さんはご存知でしょうか。おそらくほとんどの方がご存知ないと思います。プレスコードっていう情報統制があったらしいぜ、
何でも正式名称はスカビン33って言うらしいよ。日本語訳は日本にあたうる新聞巡速、昭和20年の9月21日には施行されている、そんな情報の操作があったらしいよという都市伝説のような話は戦後何十年も語り継がれてきました。しかしその実態を確認するということは現実的には難しかったんです。しかしアメリカという国はいいところも悪いところもありまして、特に UFO で有名な八尾純一さんがすごく喜んでらっしゃる、話なんですけど、60年という時間を経たらアメリカは申請があった書類に関しては 100% フルオープンにしなければいけないというルールが決められています。あの八尾純一さんたちが喜んでるのはロズウェル事件っていった、こうやって NASA に連れてかれて宇宙人のあの写真が出てくるんじゃないかって言って喜んでるわけですけれど、もうすでに戦争が終わってから60年以上経ってます。となると資料が出るのではないかということで、日本人のある歴史学者がワシントン DC に行って資料開示請求をしたところ、本当に出てきたのがこちらのプレスコード削除カテゴリースカピン33の名にふさわしく、本当に33の項目が GHQ が日本国憲法を勝手に作ったことに対する批判、アメリカへの批判、ロシアへの批判、イギリスへの批判、朝鮮への批判、中国への批判、ここら辺は全てのメディアでそして演劇舞台に至るまで発してはいけない言葉、実はこれは1951年に講和条約が結ばれて完全に日本が支配下から独立するまでの実に6年半です。6年半にわたって日本ではありとあらゆる情報の中から33のアメリカへの批判とかそういうことが言っちゃいけなかったんです。アメリカのことを悪く言っちゃいけなかったんです。しかし驚くのはこの33項目の中にあるこちらの項目です。お気づきになるでしょうか。占領軍兵士と日本人女性の交渉って何でしょう、何でしょう。日本人女性ってそんなに英語ペラペラでしたっけ。占領軍兵士ってそんな日本語上手でしたっけ。実は戦争から6年半の間、占領軍兵士による僕たちのおばあちゃん世代や大変な性的暴力が、おびただしい数の性的犯罪が行われていたという事実が残っています。ある女性団体がごく数年前に調べたところ、女性は性的被害の大半を被害届を出さないそうです。被害届を出すと、実際に、おい何があったんだ、こんなことあったんじゃないか、あんなことあったんじゃないか、それが精神的な苦痛になってしまってセカンドレイプのような状態になってしまうので、その女性団体はあくまで調べた範囲内では数年前ですが、実に 2.4% の女性しか、40人に1人ぐらいしか被害届を出さないそうです。ところが戦後の日本でアメリカ兵による日本人女性への性的被害、被害届何件ぐらい出されているかご存知でしょうか。これ報道できないだけなんです。でも被害届は受理されますから記録が残ってしまっているんです。一切報道できない。しかし戦後6年半、実際にちゃんと独立するまでの間にアメリカ兵が僕たちの先祖でありおばあちゃん世代に対して性的な被害を与えたといって出された被害届の件数は2万件を超えると言われています。これは先だって発表された百田直樹さんという本のという作家の日本国旗という本の中にも、その数字が記されていて衝撃を与えているわけなんですけれど、6年半で被害届出されているだけで2万件というのはですね、大変な数字なんじゃないか、そんなふうに思いますけれど、皆さんが思っているいろんなものって実はちょっと疑問を本当は持った方がよく、日本は1945年の8月終戦から6年半にわたって日本がおかしかったんですよ、日本が狂ってたんですよ、で、ああ素晴らしきアメリカ様がその暴走を止めてくださったんですよ、ありがとうございますっていう、そういう言葉以外の情報は
一切耳にすることができないという、そういう時期が実際にあって、それをウォーギルドインフォメーションプログラムとアメリカ政府は名付けていたんです。戦争をした日本人が、日本人が全部悪かったんだっていうふうに信じ込ませる洗脳工作なんですけれども、それをこの日本人を狂わせたウォーギルドインフォメーションプログラムという本を書かれた関野道夫さん、この方がワシントン DC に行って情報開示をして、見つけた資料スカピン33の1ページ目のコピーがこれです。実際に今見ていただいているこれがスカピン33の1ページ目の資料です。皆さんがいろんなことを信じていらっしゃいます。たくさんの人が言うとそうなんじゃないかなと思うようになります。しかしその常識と思っている日本の当たり前というのは、思っている以上に話がすり替わっている可能性が否定できません。例えば南京で日本人は30万人の民間人を虐殺したそうです。俗に言われる南京大虐殺、これはもう70年以上前の話ですから、もちろん私たちに検証することっていうのはなかなか困難ではないと思います。ただ僕、事件現場たくさん取材しました。特ダネっていう番組でリポートを担当していたので、本当に嫌な話ですけど死体現場を見たこともあります。そして死体の匂いなども、それはもう嗅いだこともあります。もう筆舌に尽くし難い香りだったりします。しかしこの南京市で本当にこの30万人の民間人を虐殺したんであれば、あの鉄がものすごく大切な時期にですよ、みんなあの桶とか全部取られて鉄を集めろって言われてたあの時代に、バキ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 なんてこう1000人ずつドサ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 って殺害したとしましょう。1日に1000人殺害なかなか簡単じゃないです。なぜかというとその1000体をちゃんと焼却処分しないともう匂いでとても生活なんかできないからです。1000人ずつ殺害したとしましょう。300人しかあります。個人的には僕は現実的にそんなことそもそもできないんじゃないかななんていうふうにも思っています。こちらの一般の韓国人女性を無理やり引きずっていって慰安婦にした、これは2014年8月に朝日新聞社が大嘘だったということを世界に対して、まあ、認めましたよね。吉田誠二という活動家が作った作り話であったということを朝日新聞は世界に対して認めたところであります。まあ、吉田誠二という活動家は講演をするとですね、もう今日みたいにこんなですねセミナールームなんかじゃありません、大行動が毎回満杯になったそうです。で、吉田誠二というその活動家は本を出すたび、もう全部日本の悪口が書いて、その本を出すたびにバカ売れ、大ベストセラーになって死ぬまで大変に豪遊をして暮らしたなんていうような話もありますけれども、他にもね、皆さん女は三歩下がって歩け、こんな言葉聞いたことあるんじゃないかなと思いますね。女性は男性より下だと、ね、女っていうのは男よりもはるかに身分が低いんだ、男尊女卑、日本っていうのはひどい国で男尊女卑の国だったんだっていうね。女は三歩下がって歩けという戦前の文献を一度でも実際の目で見たことがある人いらっしゃいますでしょうか。おそらくなんですけどなかなかいらっしゃらないと思います。そもそもこれは江戸時代の言葉で、文献に残っているのはこちらです。皆さん、うん？って思われたことあると思うんです。女が男より下なんですよね、もう身分が下なんですよね、男尊女卑。一歩でよくないですか、普通に考える。2歩でもよくないです、3歩ってなんだっていうふうに思うんですけど、これ女は三尺下がって歩けっていうのはそもそも江戸時代の侍たちの言葉だったりするっていう言説があるんですね。あの江戸時代っていうのは皆さんも小学校時代にですね、ひょっとしたら道徳なのかそれとも歴史なのかは分かりませんが習ったかもしれませんが、江戸時代っていうのは非常に暗い歴史があって、身分制度、士農工商っていうですね差別の歴史があった。さらには武士、その次に農民、士農工商の下にですね得た否認と言われるですね、もう人間としてはごく当たり前の、例えば結婚であったり恋愛であったり、この場所に行ってみたい、ここに引っ越してみたい、人間としてごく当たり前の権利すら認められてないような
被差別階級っていうようなそんな暗い歴史がある、そんなことを習ったことある人もいると思うんですけれど、そんなですね暗い歴史、あまりにも強すぎる差別の歴史が江戸時代の多くの犯罪を巻き起こしていたのではないかっていう言説を唱える社会学者の方、歴史学者の方もいらっしゃるんです。江戸時代って230年間戦争を起こさなかった平和な時代だなんていう人がいるんですが、実は一般社会レベルでは非常に多くの犯罪が多発していたっていうことを唱える人がいて、いわゆるその暗い歴史が影響しているんじゃないかなんていうような人もいるわけなんですけど、とは言ってもですよ、侍がこうやって歩いていました、家族と一緒にね、子供たち連れて、奥さん連れて歩いていました。でも、やれ人間いいかなって言われたりですね、差別をされてるっていうような人たちも抑圧されて抑圧されて、山賊になったりですね、徒党を組んで、わーっと犯罪者集団になり下がる、そんなこともひょっとしたらあったかもしれませんね。で、わーっと多くの人に囲まれました、でーっと囲まれました。そんな時に、江戸時代はですね、法律で抜刀といって、刀を抜くこと自体は、禁止されていました。実は江戸時代のさまざまなドラマとかがありますよね。水戸黄門みたいな、あれでペンって抜いてキンキンとかやってるじゃないですか。あれ本当全部史実的な嘘で、刀を安易に抜いたら本当は違法だったんです。でも本当に自分の身を守らなければいけない、その時には侍は刀を抜きます。その刀を抜いて何ができるか、もう徒党組んでバーッと来られたらもう刀振り回すしかないんです。ブン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 、おそらく死ぬでしょう。相手はそんな山賊とかだったら犯罪のプロ集団なんだから、でーそんな時にブランブ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 ン刀を振り回して何をやってるかというと、君だけは逃げてくれと、大切な君、そして君が産んでくれた子供だけは僕は傷一つつけたくないと、僕は死ぬかもしれない、いや死ぬだろうと、それでも構わないから君だけは傷一つつけないと言って刀を振り回した、その刀が当たらない距離が当時2尺6寸が刀の平均的な長さでしたから3尺です。つまり女は3尺下がって歩く、君のことを絶対傷つけないっていう愛の言葉なわけですね。まあまああれですよ、今少しバーッと話しちゃいましたけれども、被差別者たちが犯罪者集団になったって言ってるわけじゃないですからね、そういうような誤解はしないでくださいね。犯罪ってのは言うまでもなくあらゆる階級で行われていたことです。ですがそういう差別的なシステムが多くの犯罪を誘発していたのではないかっていう学説を唱える学者さんの話の紹介なんですけどもね、そういう偏見は本当に持たないでください。許される歴史ではないので、ただ忘れないでいただきたいのは先ほどの話、男尊女卑で女を見下した日本人っていう話と、君のために命を捨てると言っていた女は三尺下がって歩けというこの話が随分とすり替わっていることにお気づきにならないでしょうか。皆さんが信じているさまざまな常識とか当たり前なんて、アメリカの洗脳工作で作られたものである可能性っていうのは否定できないです。じゃあ今の日本です、現代の日本どうなっているのか話なんですが、これはですね、これ左翼でもなんでもないんですけれども、極左組織とか言われることがあるんですが、仮面をかぶった暴力団たちの存在っていうのが結構否定できなくてですね、これ現実的なものをちょっと見ていただきましょう。去年の10月でした、沖縄県知事選があったんです。で、玉城デニーさんが当選いたしました。この沖縄県知事選なんですが、あまり知られていないんですけれども、野党対創価学会の方から日本維新の会の、僕も日本維新の会に所属していますけれど、日本維新の会の依頼があったので、自民公明維新、いわゆる自公委で実は沖縄県知事選戦ったんです。でもね、僕らの仲間がもう1ヶ月前からじゃんじゃん LINE ですよ。どうしました、長谷川さんダメだ、これは絶対に勝てないと、いやいやいやちょっと待ってくださいと、あと1ヶ月あるんですからしっかり頑張ってくださいよ、なんとか逆転していきましょうよ。ところがですね、僕の仲間たちが実際に LINE を送ってきてくれました。とんでもない数だ、とんでもない数のビラが巻かれている、これは全く勝てない、実際に沖縄県中に2週3週とばらまかれていた実際のビラがこちらです。安室奈美恵さんが、あのスターが玉城デニーさんを応援しているという話になってしまっている。一言もそんなこと言ってないです。安室さんそんな政治的な人じゃないです。
それに対して佐喜眞淳さんという自己意が推していた佐喜眞さんの応援はゲス不倫の今井絵理子、これは残念ながらちょっと合ってます。これは確かにちょっと残念ながら合ってるんですけれども、でも、まあ、安倍晋三の上に昭恵の夫って書くのはいかがなものかと思いますけれども、とにかくですね、このチラシってよく見ていただいたら分かるんですけど、聞くんですよ。沖縄の方に安室さんって本当に神みたいに思われてるんで、これはむちゃくちゃ聞きます。そしてビリビリのビリでした。これはきついんです。ある程度高齢の方とかこれ見て名前を覚えてから書きに行くんです。だから小学校の前とか貼ってあるんです。徹底的にやられました。対する玉城デニーさんは、お前はどこに貼っとんねんと、これ電柱ですよ、完全な公然模様。もうね、やりたいようにやられました。北海道ナンバー、札幌ナンバー、愛知ナンバーとか埼玉ナンバー、活動家たちの車がジャンジャン来ていて、何をそんなに守ったか、結局玉城デニーさんの言った沖縄に米軍基地は作らせない、これをやっぱり守ったんじゃないかと想定せざるを得ないんですね。その理由がこちらですね。お一目で分かる話ですよ。沖縄ここですね、ね、香川ここですね、高松ここですね、沖縄ここですね、要はそういうことです。テレビでは皆さんが目にしている、テレビではアメリカ軍基地県内に設置反対っていうデモが巻き起こりました。バルーンなどを飛ばし丸々人があっても、そんなニュースになってると思います。こういう映像ね、皆さんも見たことあると思います。しかしよく考えてほしいんです。ここでもうんって思うところあったんじゃないでしょうか。正直な話、なんでこの人たちアメリカ軍基地反対してるんでしたっけ。僕もニュースで伝えました。僕自身が伝えたからもう嘘つけないんです。そうです、普天間基地の真横に住宅街があるから、ヘリが落ちる、また幼女が乱暴とかをされたら怖いから基地反対でしたよね。これ間違いなくそうでしたよね。僕もそうニュースで読みました。米軍基地の真横に住宅街、危険でしょっていう理論なんですけれども、うんって思いません？横須賀でやった方がよくないですか。神奈川県の横須賀基地、生きた英語を堪能することができるっていう理由で都内の英語教育に熱心なお父さんお母さんめっちゃ引っ越してきてます。神奈川県横須賀基地の真横、すごい勢いで住宅街です。もはやアメリカ兵たちとハロウィンパーティー、クリスマスパーティーめちゃめちゃ楽しんでますよ。人口比じゃないですよ沖縄。でも横須賀基地の真横で大規模なデモが行われたことっていうのは、私も調べましたけど、かつて一度もありません。はい、じゃあなんで沖縄なんですかって、そんなのもうここに尖閣あるからに決まってるじゃないですか。尖閣諸島の付近にはバーレーンと同じ産油量が出るというふうに言われている海底油田がある。これは古くから言われましたね。その海底油田があると言われた直後から、中国は尖閣諸島は我がとこの領土だと言って領海侵犯を繰り返すようになりましたけれど、沖縄ここ、尖閣ここです。はい、横須賀なんかほっといたっていいんですよ。尖閣奪うためには目の前にアメリカ軍基地があるのが良くないんです。だって最新の写真をご覧いただきましょう。中国が尖閣諸島の近海にどこまで施設を作っているのか、これが最新の写真です。ここまで作ってます。めちゃめちゃ作ってます。これ実際の写真です。ほぼ間違いなく下から抜いてると言われます。これがもう実際に今尖閣の付近で中国が建設が終わったシステムです。結局尖閣が沖縄を弱体化させて、沖縄を独立させて、尖閣をチベットやウイグル自治区のように併合していけば、日本をどんどん削れるじゃないですか。もう竹島はもう削り終えてるんだから、今度は対馬と沖を欲しがってる国もあるわけでしょ。じゃあ沖縄で本当にちゃんとしたデモが行われてるんですか。沖縄の辺野古周辺で実際に撮影された映像がこちらです。はい、沖縄から米軍は出ていけ、沖縄に平和をということでね、どこの国の言葉に書いてもねんという話です。これ実際の写真です。一目瞭然です。スポンサーの言葉使ったんでしょうねと
言わざるを得ない状況。結局テレビのニュースで見るのってこういう綺麗な写真なんです。米軍基地圏内移設反対なの、米軍基地が真横にあるから怖いよね、いろいろ言ってるんですけれども、その活動の先頭に立っている例えば共産党という政党があります。日本共産党、その日本共産党がどのように生まれ、どのように成熟していったのか、朝鮮総連っていうこのキムさんっていう方が書かれた実際の本があります。ちなみにこの本に対して日本共産党は一切の抗議活動などを行っていませんけれど、朝鮮総連の中で実際に働いていたキムさんの著述28ページにあります。徴用工の問題って皆さん去年の10月11月ぐらいに大きくニュースになったの覚えてますよね。あの強制連行者に日本企業怒られる、おかしな話じゃないですか。1951年日韓国交正常化条約、韓国の国家予算の3倍に当たるお金を僕たちおじいちゃんおばあちゃん世代は支払ってるはずです。でもですね、違うんですよ。そのお金のほとんどは強制連行者の手には渡らず、朝鮮総連の活動資金、また豊富な資金は日本共産党再建資金として使用された。これらは日本共産党が戦前日本で唯一朝鮮の植民地支配に反対した日本の政党であることを知っていた在日朝鮮人の感謝の表れでもあった。日本共産党って言ってるんですけど、会社で言ったらほぼ 100% 株主が中朝韓なんですよ。ものすごいお金ですよ。韓国の国家予算の3倍規模のお金、強制連行者のお金に渡ってなかったんです。朝鮮総連と日本共産党の再建資金に使われちゃった。これ考えると共産党がものすごくいろんな妨害活動を行っているのってちょっと読み解けるような気がするんですね。日本共産党じゃなくて中国共産党の日本支部って一度考えてみましょうか。だって 100% 株主が あちらの国なんであれば、そう考えるとうんって考えるところがちょっとずつ分かってきます。例えば牛歩戦術、2時間40分かけて国会に来いって、あれ何やってるか分かんないですよね。うんってなりますよね。でも考えてください、2時間40分かけて採決の時間を暮らしたら、2時間40分かけて本来なら審議できる僕たちのための法案、本来なら検討できる未来のための法案が作成できないですし、日本ちょっとずつ削り取られてる。牛タン戦術、2時間40分でずっと喋り続ける、これも結局は邪魔できてる、足を引っ張ってる、足を引っ張ってる。そういえば文句はすごく言うんですけど、対案が一つもないなっていうふうに思われた方もいらっしゃるかもしれません。でもひょっとしたらそんなのは必要ないのかもしれません。そもそも日本の足を引っ張って日本を分断化することが目的なのであれば、なるほど、理論上は分かるなという話になります。そう考えると数年前に IR カジノですねが来るぞってなった時に、共産党の志位委員長が国会で記者団に対して語ったこの意味の不明な言葉が少し分かる気がします。パチンコは娯楽だけどギャンブル依存症が怖いから IR はダメって。現在の日本に IR はないです。カジノはありません。現在の日本のギャンブル依存症患者の 84% はパチンコ依存症です。これは厚生労働省が発表している数値です。ギャンブル依存症怖いんですよね。パチンコ規制した方がいいじゃないですか。当たり前のことじゃないですか。できないんですよ。皆さんご存知の通りパチンコは様々な利権を在日朝鮮人であり在日韓国人の方々に 84% でしたっけねがの資本がもう渡っているので、マンギョンボンゴを通じて本国北朝鮮にパチンコの資本がお金が渡っていたっていうのは大きく何度も報道されましたよね。そう考えるとギャンブル依存症が本当に怖がってんのかな、直そうとしてんのかなっていうのもちょっとうーんっていう風になってきます。実際にそれだけじゃありません。僕はなんか日本のシステムおかしいな、おかしいなと思うことが多かったんで、フジテレビを辞めてフリーアナウンサーになった後、さまざまな問題を自分の公式コラムで発表し続けました。そして3年前2016年9月に起きたのが、長谷川豊私ですが人工透析患者に死ねといった事件です。もうがっ
振り向きました。2016年の9月なんですけれども、ちょっとこちらの数字を見ていただきたいんですね。僕はその他にもオプジーボをはじめとする高額すぎる抗がん剤であったり、寝たきり老人のあまりの多さなんていう、とにかく日本の医療の闇っていうのがあるんじゃないかっていうコラムを書いていたんですが、人工透析受けてらっしゃる方々います。多くいらっしゃいます。多くいますが、人口3億人のアメリカで最新の人工透析患者数で32万人です。人口1億2000万の日本の方が人工透析患者多いです。なんじゃこれはと、おかしいぞと。よくよく調べたら、アメリカで人工透析なんてそもそもつなぎの医療って言われて、ちゃんとした医療という認識もないんです。要は腎移植を行うまでのつなぎでしかないよ。おととし1年間だけで行われた腎移植の件数、アメリカ2万人です。32万人のうちの2万人は腎移植されて人工透析からもう解放されています。よく聞くと、腎臓って血液型が違っても移植できる数少ない臓器なんだそうです。そして5年以降臓器を移植すると、普通ある程度のこう、まあ副作用というかね、反応が出たりするんですけれども、一番最新のデータではアメリカで行われた年間の腎移植のうち、5年以降ちゃんと体に適応してるっていう腎臓、これ 94% いらっしゃるんです。ほとんど適応してしまうんですね。にもかかわらず、こちらは去年の数字です。33万人人工透析をやってる日本の去年1年間の腎移植の数は1100人です。33万人分の1100人、しかもほとんどご家族です。おかしいぞ、なんか変だぞ。よく調べたんです。よく調べたらですね、いろんな利権が絡んでることが分かってきました。実際に人工透析っていうのは、腎移植をしたら治ります。先ほど言ったように5年以降 94% 治っちゃう。しかし逆に腎移植さえしなければ、死ぬまでずっと人工透析です。これは僕は納得ができなかった。いくらなんでも人工透析っていうのは体に対しても精神的に対しても負担が大きすぎです。特に年間の人工透析にまつわる医療費は 2.8 兆円を超えています。とてつもない金額です。消費税 1% 分よりもある。ひょっとして人工透析患者を増やすようなシステムがあるんではないか。調べたら1型と2型の違いがあることが分かったんですね。1型の人工透析患者と一般的に言われるのは、1型糖尿病腎症由来による人工透析導入患者というのが正式名称になります。1型人工透析とか言われますけれども、それはいわゆる障害です。膵臓なんですけど、もともとの障害で腎機能がうまく動かないんです。これはしょうがないです。全部文献見て調べました。 OECD 加盟国経済協力開発機構は今36カ国あります。世界で日本含めた36カ国すべての国で1型糖尿病腎症由来による人工透析患者は公費負担でちゃんと守られてました。当たり前ですね、身体障害なんですから。ところが唯一違ったのは2型です。2型人工透析、あだ名で言われますけれども、正確には2型糖尿病腎症由来の人工透析導入患者と言います。2型糖尿病由来の人工透析患者はご存知の方も多いでしょうか。僕らと同じです。健康なんです。健康なんですけれども、長年暴飲暴食をして不健康な生活をして、みんなから止められているのに、おいこの数値悪いぞ言われているのに、平気でその生活を繰り返して何年も何年もやったら腎機能が当然低下していってしまいます。これが2型糖尿病って言います。僕が担当していたフジテレビ特ダネの小倉智昭さんも2型糖尿病です。ですから特ダネをやっていた当時の、と今もやってますけど、小倉智昭さんは放送の CM 中にここピュッと開けてね、ここに飲酒にを切っておきました。2型糖尿病腎症は言うても最近は医療の発達によって普通に死ぬまで付き合っていくことができます。お薬飲んで飲酒に打って、そうし糖質制限もして。しかしですね、2型糖尿病腎症由来の2型糖尿病腎症になっているにもかかわらず、処方されている薬は飲まない、飲酒には打たない、
運動はしない、食事制限しない、本当にそんな生活を7年も8年もやってたら、残念ながらやっぱり腎機能が 15% 以下に低下、いわゆる人工透析糖尿病になってしまいます。これは2型糖尿病腎症由来の人工透析患者といいます。いくらなんでもこれは自己責任だろうというのが世界のスタンダードの考え方です。 OECD 加盟国36カ国の中で日本を除く35カ国で2型糖尿病由来の2型の人工透析患者に公費負担、僕らのお金、一般的なお金が入っていることは1カ国もありません。日本以外では、日本はちょっとおかしいんじゃないか、そんなのはちょっと間違ってるんじゃないか、そこにお金つぎ込むぐらいなんだった、もっと若者たち子育て世代お金をもっと使ってやってくれ、そう書いたところ、大変な炎上騒ぎです。1日に120通以上の殺害予告文が届くようになりました。これは実際にもう大量に被害届が受理されてるんですけど、そのうちの一例です。僕の長男です。感じ回ってます。首を切断して便器に息する、僕の次男です。生首を皮剥いで切断する、僕が保護者会の会長を務めた実際に通ってた小学校です。当時8歳の僕の娘です。歯を全部抜歯して四肢を全切断した後、肛門に死骸は犬に食わせる、僕の嫁です。ナイフでめった刺しにして、この殺害予告文の後に実際にいついつ一人一人犯行を行うかっていう殺害日時予告まで来ます。これが毎日届きます。120通以上届きます。メールを開けるたびに10何通20何通の未読メールが来るんです。全部殺害予告文です。結構きついですよ、こういうのみたいな。実際それでどうなったのかというと、これを見て激怒した僕たちの番組スタッフは、僕はフリーアナウンサーとして週8本のテレビレギュラーをやっていました。全てのスタッフ、東京 MX というテレビ局の帯番組、さらに大阪の昼の釘付けという上沼恵美子さんの番組、そしてテレビ大阪のニュースリアルという夕方のニュース番組、必死に頭を持ってくれました。絶対負けてはいけない。でも気づくことあるでしょう。お気づきになります？おかしいですよね、この情報。これね、戸籍抜かれたんだと思います。戸籍抜く人間がいるんですよ。ということはどういうことが起きるか、ご想像の通りです。残念なことに、テレビ大阪、僕がニュースキャスターを務めていたニュースリアルという番組は、東証二部上場企業がスポンサーでした。二部上場企業ということは、役員の名前をフルオープンにしなきゃいけなかったんです。抜かれました。おそらく当本抜かれたんでしょう。テレビ大阪のスポンサーの子供たち相手に殺害予告が届き始めました。スポンサー激怒、守りきれない。僕は当時週8本やっていたテレビレギュラーを一気に全部下ろされました。これが長谷川豊というフリーアナウンサーが2016年9月19日に人工透析にまつわる問題提起をコラムで書いた後、3週間というタイムラグを置いて10月5日に突然すべての番組を降板させられた裏事情です。結局こういう闇を本当に知った上で言っちゃって発信しちゃう人間っていうのは、一定の勢力にとっては極めて不都合なんでしょうね。さあ、冒頭にご覧いただいた映像です。何が変ですか？見てください。何が見えないでしょう？よく見てほしいんですね。ちょっと補足の説明をしますとね、これ覚えてます？こんな人たち発言、この妨害活動を行う人たちに対して安倍総理は秋葉原の演説管理会場の誕生で、こんな人たちに皆さん、私たちは負けるわけにいかないっていうふうに言って、このこんな人たちっていう言葉だけを切り取られ、テレビではくっそみぞれ叩かれたの覚えてます？
ボロカスでしたよね。下りがこのテレビのコメンテーターが、これはいただけませんね、自分を批判する人の声には真摯に耳を傾けなければいけません、ああなんて、ああなんて傲慢な安倍晋三、ああなんて人の話に全然耳を貸さない傲慢な総理っていう話でテレビでは徹底的に叩かれたと思います。それを覚えてらっしゃる方多いと思います。しかし今は SNS が発達しています。実際にメディアとして発信するのはテレビだけじゃなくなったわけです。では実際にご覧いただきましょう。あの日あの時あの秋葉原で現場レベルでどんな写真が撮影されていたのか、 SNS にアップされていた映像というのがこれです。安倍素顔監獄へ、一国の総理を犯罪者呼ばれです。潰せ共謀罪、共謀罪は国会案件です。東京都議選に何も関係ないです。こっち見たらね、安倍素顔監獄へって書いてありますけど、これ見てください。安倍素顔監獄へね、掲げてるこの人です。一番右端の人、これ有名ですよね。もうテレビにも、取り上げられたことがありますが、過剰な暴力行為で公安からマークされている中核派全学連の極左暴力集団斎藤院長、その人ですよね。ちょっと確認しましょうか。本人ですよね、これ絶対紛れもなく、ね、髪型も一緒ですもんね。安倍やめろ、安倍やめろ、安倍やめろ。この人京都聖火台の白井先生ですよね。メガネ一緒ですよね。これ京都聖火台の白井先生って新聞赤旗に寄稿しているめちゃめちゃ共産党員ですよ。その前に京都府民です。東京都議選関係ないです。これめちゃめちゃ犯罪ですよ。公選法違反の230条です。230条、選挙に関して多数集合して演説妨害した人は1年以上7年以下の懲役です。ど犯罪行為です。おかしいと思いませんか。犯罪者集団が現場にいるのに、安倍さん人気ないですよねっていう話にすり替わっていませんか。よく見てください。どうぞ。もう遠慮せず、気づいたのか、気づいたのか。何がありえないですか。もう見た瞬間わかります。僕らは中にいたので、ありえなくないですか。ありえないんですよ。これは映っちゃダメなんだ。ダメです。気づくか。どうですか、どうですか。わかりません。ヒント、僕のフルス特ダネの映像をご覧いただきましょう。フルス特ダネの映像はこちら。報道ステーションがこちら。昔愛乗りっていう番組があったんですね。愛乗りっていうのは、要は恋愛観察バラエティって言って、ラブワゴンっていうワゴン車になって男女7人恋愛の旅って言って、〇〇くん好きだよ、〇〇ちゃん好きだよ、チューカップル成立みたいな。これ本当に恋愛してるって信じ込んでらっしゃる人たちが結構いるんですよ。あのですね、いや中にはひょっとしたら本当の恋愛に最終的に発展した人もいるかもしれないですよ。でもよく考えてほしいんです。〇〇くん好きよ、〇〇ちゃん好きだよ、どうやって音取ってると思います。音きれいに入りすぎてると思いません。〇〇くん好きよ、ここにピンマイク仕込んでるから、ね、決まってるじゃないですか。〇〇ちゃん好きよ、ここに、ね、ピンマイク仕込んでるんです。ピンマイク仕込んでコードを背中通して、ここに中継地点の飛ばすやつ、電波飛ばすやつがあるんです。で電波飛ばすやつで3メートルぐらいしか飛ばないから、そこに音声さん座ってるんです。出ないと音取れないですから、そこに音声さん座ってて、〇〇くん好きだよ、そこにカメラマンさん構えてますよね、こうやってますよね、これね。出ないと顔取れないですもんね。〇〇ちゃん好きよ、チュン、そこにカメラさんいますよね、こうやってますよね、こうやって思い切りやってますよね、チュン。2人の広い絵欲しいですよね、そこにカメラさん構えてますよね、こうやって。カメラ、カメラ、カメラ、音声さん、そこ、ピンマイク仕込みながら、なんであんなに髪型綺麗だと思います。フジテレビが契約している山田桂さんっていうプロのヘアメイクアーティストさんたちがついてるからです。天野ちゃんとか安藤ちゃんがついてるからです。あれ、ロケです。タレントさんです、言うまでもなく。恋愛観察、バラエティって言ってるじゃないかって僕たちは言いたくなるんですけど、まんま信じる人って本当にいるんですよ。絵作り。音作りって言います。わかるかな。
本のテレビの正体です。申し訳ないですけど僕もやってたことです。やってたからすぐ分かるんですけど、ありえないと思いますか？ありえないぐらい絵が綺麗なことに気づきませんか？僕の古巣徳田ね、文字読めなくないですか？安倍やめろの文字が。だからうちの後輩たちかわいそうにスーパー入れさせられてますよ。これ一手間かかってますよ。報道ステーションのこの映像は高さおよそ8メートルから撮影されています。ドローン映像ですよね。これドローン映像、ドローンカメラって勝手に皆さん飛ばすのやめてくださいね。許可申請必要です。国土交通航空法っていう法律がありますんで、国土交通省と今回で言ったら東京都2カ所に許諾申請出してください。許諾申請出して2枚綴りの紙になってます。ハンコを押してもらって2枚でくれます。その紙を持ってる人間しか飛ばせません。ドローン映像っていうのは、ドローンカメラっていうのはこの高さでこういう風に撮りますよっていう許可申請を出して撮るものです。画角完璧っていうことに気づきません？5メートル4メートルぐらいの超巨大な垂れ幕ですよ。多分ここ全部埋まる大きさですよ。絵完璧だと思います。なんでテレビ朝日がドローン撮影という許可申請をしないといけないものをこの位置でカメラはこの画角で撮れますよということをあの現場にいた極左集団と共産党員たちは知ってるんですかということに本来は気づいていただきたいんです。言うまでもなく打ち合わせしてるからです。もっと言うと、あの安倍やめろの垂れ幕、打ち合わせ終わってから作ってます。この大きさで作ってねと。だからはい、完璧なんですよ。絵作りが、実際のニュースってそんな綺麗な絵撮れないんです。実際のニュースってそんな綺麗な音撮れないんです。こんだけ完璧にできてるっていうのは全部打ち合わせ済みだからなんです。僕の講演会の冒頭思い出してほしいんです。終戦直後の9月18日、朝日新聞に2日間の業務執行停止命令が出されて、ウォーギルドインフォメーションプログラムというのが発動された。その時に日本のメディアの上と教育界の上を全部戦時中に投獄されてた共産党員と反日、とにかく日本のことがとにかく嫌いな集団に全部塗り替えられてるんです。東大の上も京大の上も朝日新聞の上も毎日新聞の上も、これがウォーギルドインフォメーションプログラム。大手のメディアなんていうふうに言いますけれども、実際に活動している極左の暴力集団のニュースがきれいに書き換えられて、何か自民党であったり維新であったりっていう、とにかく日本のためにやろうよっていう集団が批判されるニュースになるのは、日本の弱体化を望んでいる中間長ががっちりとばっかりついてるからです。この組織体っていうのを理解してないとニュースや報道に惑わされるんですね。じゃあそこまで知っていてそんな闇がある中、なんで長谷川お前はこの間の衆院選に選挙に挑戦するっていう決断をしたんだっていう話なんですけど、僕前回の衆院選に千葉1区から出馬をしました。これはフジテレビを辞めた経緯です。もういろんなところで語っているんでニュースとか見ていただいたら出てくるんですけど、僕フジテレビ14年間勤めた後喧嘩して辞めてるんです。フジテレビと大喧嘩してしまって、まあはっきり言ってあれは僕が悪かったです。フジテレビの中で徳田ねを12年間やった後、自分の研鑽のためにと思ってニューヨーク支局に赴任をしたんですね。特派員としてニューヨーク支局に赴任した時にたくさん の仮払い金をもらって、ただ子供たち3人、嫁さん、さらには当時犬も飼ってたんで犬も連れて行って、もう家から車からてんやわんやになってる時だったんで、もうしかも領収書の向こうはレシートしか出ないもんですから超適当なわけです。もうめちゃくちゃな状態でバーって出したら、当時労務担当だった黒田さんっていう人が、いいよ長谷川何度かやっとくからっつって、もうフジテレビの社員たちってすごくみんな明るくていいところはあるんですけど、あんまりちゃんとはしてないんですね。僕もその 中の一人でした。ところがですね、2010年9月に僕はニューヨークに赴任をするんですが、2011年3.11、
あの震災が起きて黒田さんはもともと報道のエース記者でした。でも体力的にきつくなって出て人事部に来てた人でした。黒田さんは3月12日に東北に引き抜かれて、報道に引き抜かれ、8ヶ月そこから帰ってこなかったんです。引き継ぎなし。その後に就いた人が三菱東京 UFJ だったかな、どこから来たちゃんとした人だったんです。あるものすごいちゃんとした人で、そこの人に散々言われて、こんな処理の仕方してたらもうお前むちゃくちゃだぞって言われて、いや本当フジテレビっていうのはそんなとこじゃないんですよっていう話をしながら大喧嘩になってしまって、喧嘩してること自体間違ってるんですよ。今フリーになって自分で会社やるようになって 100% あの時の僕に叱りたいぐらいなんですけど、あれはね、あれは東京三菱の方の方が言ってることだったんです。でも結局それを大喧嘩して、まあ、僕の言い分っていうのは、僕を処分するんだったらみんな他の人間も処分しなきゃおかしいでしょという話をしたんですが、それは聞き入れられず、なんと僕は7ヶ月間だけフジテレビからマイクを奪われたんです。ニューヨークから帰ってこいと、もうアナウンサーじゃなくて編成局に所属させるから。ショックだったんです。僕の子供たちは、僕がフジテレビの人気アナウンサーだったので、僕がニューヨークに行くって言った時の通っていたサッカー教室を辞め、友達を全部捨てて僕のところについてきてくれました。2年間経って僕の長男は10歳です。10歳が12歳になってました。英検2級を受け2問しか間違いませんでした。すごいね、やっぱり現地校に入ったらそんなに英語できるようになるんだね。違うんですよ、あれって現実で横で見たら全然違うんです。子供たちめちゃめちゃ泣きながら勉強してるんです。できるわけないじゃないですか、そんなの。もう吐きそうになりながらみんな勉強してるんです。友達欲しいから。で、一生懸命勉強して2年間経ってやっとアメリカでの生活に慣れてきて、現地の友達もできて、それでもう一度戻ってこい。もう胸が辛くて辛くて、子供たちに申し訳なくて申し訳なくて、がっくりして、なんて言ったらいいんだろうこの処分のこと。そんな心境の中、家に帰ったら僕の家のダイニングキッチンにこんな垂れ幕を用意してくれていたんです。あの日父の日だったんです。アメリカにもファザーズデーっていうのがあって、ハッピーファザーズデー、フジテレビアナウンサー卒業おめでとう、14年間お疲れ様でした、バルーンまで買ってきてくれて、僕これ見て泣けて泣けて、おむおん泣いて、2つのことをその日決めました。朝の4時まで泣いてました。人間意外と結構泣けるもんですよね。一つはもう泣かんと決めました。一生分泣いたんで。もう一つは子供たちのために生きたいと決めました。子供らが大人になった時、子供たちが5年後10年後大人になった時に、礎となるために犠牲となろうと、恩返しをしようと思ったんです。僕は派手な生活はあまりしませんが、2月5日に結婚をしました。2000年の今、結婚19回結婚記念日を経ました。毎年毎年同じ写真館で結婚記念日に写真を撮ってます。これがこの間撮ったうちの大切な家族です。ニューヨークに会社を作り、子供はニューヨークに残らないか、僕はフジテレビを辞めてもお前たちの友達から引き離す、そっちの方が申し訳なくてたまらない、そういう話をしたんですが、あいつらはお父さん一緒に日本で暮らそうと言ってくれました。それはフジテレビで処分を受けたにしても、やっぱりそのままアナウンサーとしてもう一回頑張ってみないかという、おそらく子供たちなりの気の使い方なんだったと思います。だから僕は日本のために働きたいと心の底から思ってます。日本のために汚れるためには、汚れた日本を正していくためには、汚れた世界にいないと皆さんじゃわからないでしょ。あの画面見て何が裏で行われているか。でも僕がその現場にいて、さっき報道ステーションのことを悪口言いましたけれども、僕もやってるんです。そういう組織たちと一緒に絵作りと音作りっていうの、やった人間じゃないと分からないところってあるんです。だから今日本のメディアの改革をしたい、そして教育の改革をしたい、すごくそれを痛切に思って今日本全国でこういう講演をさせていただいています。本日は
右でも左でもなくて、いろんな思想の人でも受け入れられるように、とにかく実際のものを見て いただきながら講演を進めさせていただきました。実際に本を見ていただき、実際にテレビ画面の映像を見ていただき、もうひょっとしたらね、もう完全に偏ってる人は今日の長谷川の講演はもう右翼だなんていうふうに言う人もいるかもしれないですけど、聞いていただいて分かる通り、もう右でも左でもなく、ただの事実を粛々と言っただけですから、画面を見ていただいただけです。こういう日本を僕は何とかしたいな、そんなふうに思ってます。テレビの裏側、政治の裏側、日本の裏側にはまだまだ皆さんが知らない事実というものは存在はしています。存在はしていますが、その裏側を見て変に歪んだ方向に行くんじゃなくて、もう少し子供たちがもっと輝けるような、笑顔になれるような、そんな日本にしていただきたいな、そして皆さんにもそういう知識を持っていただけたらいいな、そういうような思いとともに、本日の長谷川貴講演会締めとさせていただければと思います。本日はご清聴どうもありがとうございました。